こんばんは。こんばんは。やっほー。こんばんは。こんばんはーちゃん。今日は7月9日の土曜日です。こんばんは。はい、久しぶりの、毎回久しぶりって言ってるんですけど、毎回久しぶりのショールームです。こんばんは。はい、今日はですね、7月になって初めてですかね、ショールームをするということで、初めてじゃないかもしれないんですけど、はい、嬉しい、イエーイ。ちょっと近くて、日付合ってる、そう、今見ちゃいました見えちゃった、ちょっと携帯の画面が見ちゃった。こんばんは。ちょっと近いんですけど、そう、あ、これを遠ざけ、あ、でも待ってください。あ、これぐらいだったらいい。はい、こんばんは。今日はですね、そうですね本当になんか、このメールを取ってくださってる方はわかると思うんですけど、ちょっと大学の方がちょっとグオーっていう感じで忙しかったので全然配信できなくて、でもそれがもう今週で一段落してしたので、いや、やろうということで今日は来ました。あとさ、ポニーテールがさ、邪魔をしてここに壁に寄りかかれないので残念です。こんばんは、イエーイ。こんばんは。そうですね、暑い、7月暑いんですけど、皆さん大丈夫ですか？元気にしておりますでしょうか？あれ、こんばんは。私は、こんばんは。そうなんです、発表をね、いっぱいしておりました。お疲れ様って、ありがとうございます。いやー、なんか755とかで、そのメールでずっと今日も発表ですみたいな、その大学で発表っていう、なんか発表っていうか、報告っていうか、なんかいろんな授業で、その今大学3年生になったんですけども、いろんな授業で発表とかがねありまして、そう、それでなんか、なんていうんですか、みんなのクラスメートっていうか、その授業を受けてる人の前で自分が調べてきたこととかを発表するみたいな機会が今週だけで3回もあったんですよ。そう、それでなんかもうやばいってなってそう、あ、バテてるって、大丈夫ですか？熱中症になりかけた、マジで。もそうですよね、なりますよね。いや、わかります。なんか歩くだけで疲れますもんねね、ちょっと睡眠は大事なので取ってください。そう、それでなんかで、そう、ありがたいことに公演もねたくさんあったりしたので、うおーってなんかパニックになってて、だけどメールでずっと今日も発表です、頑張りますみたいな、ずっとそこがなんかはけ口じゃないですけど、なんかそこでやる気、なんかやっぱり文章に出すと やりますとか頑張りますみたいな、書くとよし頑張ろう、書いたから頑張ろうみたいになるんで、それでずっとやってて、で、そう、乗り越えたんです。だから今日はもうちょっとゆっくりしました、はい、昨日終わった瞬間から今日ぐらいまではちょっと頑張らないぞって決めてやりましたね。こんばんは。え、鈴涼さん、ありがとうございます。すごい、嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそ先日はありがとうございました。いっぱい、なんていうの、ホームページの
文章のところにも書いてくださって嬉しかったです。ありがとうございました。おー嬉しい、こんばんは。ラジオ聞きました。そう、私もあのラジコで1週間聞けたので聞かなきゃって思って忘れちゃいました。いやでもその発表ウィークがあったからっていう言い訳で。はい、わあ嬉しい。でも皆さんみんな聞いてくださって、イエーイありがとうございます。こんばんは。なんかその自分が出る前の週とかその前とかも AKB の回をの先日ラジオ i ニュースで一緒にラジオをやってくださった鈴木亮さんなんですけど、鈴亮さん。そう、それで前の週も聞いてて、でハルピョンさんとズンちゃんが出てる回とかでショールームを見るみたいな言ってたので、すごいって思ってたら来てくださった、イエーイ嬉しい。そうですね、こんばんは、嬉しいですね。ラジオ聞きました、ありがとうございます。そうか、そのラジオの話もしてない、全然。2週間やってなかったんですね、ショール。なるほど、そうなんです。そうです、パワーポイントも私初めて使いました。パワーポイントというやつ、あ、初めてじゃないか、小学生とかの時に1回ぐらい使ったことあるんですけど、ちゃんと使ったの初めてで、もうでもパワーポイント私向いてるかもって思いました。なんかイラスト屋さんとかからイラストを持ってきて分かりやすく作れた、そう皆さんにも見せたいくらい。こんばんは。Spotify で聞けます。そうなんですか。いいこと聞いた。 Spotify 最近入れたんですよ。嬉しい、ありがとうございます、教えてください。そうなんだ、じゃあ聞けるんだ、まだやった。そうです、なのでやったわ、じゃあ聞こう明日。 Spotify はラジオ、そう、ラジオよく聞くんですけど、歩きながらそのポッドキャストで聞いてたりしたんですけど、最近なんか Spotify でしか聞けませんみたいなのとかが増えて、これは入れるしかないと思って入れました。やった、よかった。そうです、パワーポイントはなんかなんだろう、なんかあんまり論理的に話したり、結構私、みんな私の同級生っていうんですかの人たちとかは結構論理的というか、なんだろうな、そう論理的なんていうんですかね、おーみたいな、頭いいなという感じで、そうなんていうんですか、演説がうまいんですよみんな、そうなんですけど、私はなんかそういうのが結構苦手で、なんですけど、まあ自分で言うのもあれなんですけど、分かりやすく、ちょっと万人に分かりやすいように話すのは割と得意かなって思うので、それを生かしてパワーポイントもちょっと分かりやすくしようと思ってイラストをいっぱい入れたの。そのポンって出るやつとかもちょっとずつポンポンポンってできるようにしたりとかしたら、とっても楽しかったです、作るのが。演説、そう、プレゼンテーション、そうですね、はい、嬉しかったね。もう本当にそうですね、ラジコは1週間だけ聞
聞けるんですけど、もう私が出た回は1週間経っちゃったので、次の回が今ラジコでは放送されててです。だから私が出た回は Spotify で今聞けるらしいので、ぜひ見てください。ぜひね、そうです、皆さんに発表聞いてもらいたいぐらいです。いや本当に終わってよかった、何聞くのって。ラジオはなんだろうな、一番最近よく聞くのは霜降り明星さんのオールナイトニッポンをよく聞きますし、あとそのラジオが決まってからなんですけど、ラジオアイニュースも聞くようになりましたし、あとそれはラジオじゃないんですけど、なんかラジオじゃない、ポッドキャストで聞けるラジオみたいなのがあって、ラジオ、多分ラジオ局とかではないやつ、個人で配信してるやつなのかとかでは、なんか歴史に詳しい方たちがこう歴史についてペラペラと喋ってるみたいなのがあるんですけど、そういうのとかを聞いたりしますね。あとそう、あとなんだろう、あとはたま毎日じゃないです、たまに伊集院さんのラジオを聞いたりします。そうです、そのオールナイトニッポンとかもオールナイトできないので、私なんか夜ちょっと寝ちゃう、あ寝ちゃわないか、そうだけど昼間に聞きます、いつも歩きながら。そうです、なんか歩いてる時に私なんか耳に入れたくて、そうなんかこうただ歩いてるだけっていうのがなんかもったいないなって思っちゃうんですよ。だからでもなんか見るってなったら歩きスマホになっちゃうので、聞くことが多い。そうペラペラペラおこんな振りじゃないけどこっちがペラペラペラお、そうですね、ねラジオ聞きたくなってきました。そうでもだからこのショールームとかもなんかなんとなくそのラジオとしても聞いていただけるようにっていうのはちょっとだけ 0.0001 ミリぐらいだけ意識っていうか、ちょっとだけそうしていただけたらいいなって思ってる。そうショールームまあ、こうやって見る方多いけど、なんかやりながらとか、そう見なくても、そうですね自分が人が話してるのを聞くのが結構好きだから、私が話してるのを聞いてお楽しいって思ってもらえる人がいたらいいですねっていう。うん、確かに寝ながら聞くの、おーいいですね、すごいそれはいい、わかります。私前 AKB のなんだっけな、2029ラジオかな、 AKB の夜やってたラジオとかもベッドで聞いたりとかしました。でもなんかその時は、今は全然なんか持ち込むんですけど、その時はなんかちょっとお母さんの目があれでスマホをベッドに持ち込んでっていうのがあんまりなんかちょっと怒られそうって思って、勝手にあんまりだからすごいこそってやってました。なんて言うんですか、イヤホンとか
カチャカチャカチャってなるじゃないですか、イヤホンのこの耳につけるところ同士がカチャカチャなって、それをバレないようにそこを持ってそうって聞いてた今はもうガンガンに持ち込んじゃうんですけどね、大人になった。あ、中川家さんのラジオショーおすすめは、私たまに最近聞いてないんですけど、たまに聞きます。なんかね、え、お昼にやってる、あれ違うかな、私が勝手にお昼に聞いてるだけかもしれないんですけど、あの学校大学でご飯食べてる時とかに、前、そう、今は結構ありがたいことにお友達が一緒にご飯を食べるようなお友達ができたので聞いてないんですけど、前はいなくてお友達がそうだからご飯食べながら聞いてましたね、はい、面白いですよね本当に、芸人さんってすごいなって思います。すごい、皆さんおすすめのラジオがある。こんばんは。あ、やっぱりお昼ですよね。おー、そう、ラジオは友達ね、ラジオいいですよね。ね、またラジオ出れるようにしたいなって思います。ラジオの CM、 あー確かになんか独特、独特、そうですね。あとはなんか最近はね聞いてないんですけどね、そう、聞いてないっていうか聞いてるか、あの NAC5 ですねNAC5 っていうのは埼玉県で、埼玉県だけ、埼玉県のなんか大宮から発信してるんですかね、確か埼玉県で流れてるラジオなんですけど、 NAC5 っていう、もう埼玉県民は多分全員聞いてると思うんですけど、おお、本当にちっちゃい頃からずっと聞いてて、あの車の中で音楽じゃなくてラジオが流れてるお家だったので、そうです。お、10月にまたラジオアイニュースに来てください。 ありがとうございます。え、本当に行きたいです。あのなんかなんだっけ、ニュース、やばいわ滑舌が、ニュース読みチャレンジいや、そう、失敗しちゃってちょっとね、しかも最初の1行目で失敗しちゃったので、またリベンジしに行かせてくださいすずりょうさん、そうです、そうなんだ、そう、NAC5 って埼玉なんですよ。それで何だろうな、そう、車の中でね、ずっと聞いてるっていうよりも流れてる、常に日常で流れてるみたいな感じだったので、そうです、だからね、もうなんていうんですかね、染みついてる感じです。そう、ね、もう忘れもしない、そうですでなんか話が行ったり来たりしちゃうんですけど、そうですね、あ、そう、ラジオアイニュースでニュース読みチャレンジっていうのをやって、
ニュースを読んだんですけど、ストルテンベルグさんっていう方がいて、その方の名前を噛んでしまって、もうそのもう忘れもしないです、その方の名前を。ねえ、10月は特番期間月間なのでお呼びします。本当ですか。ありがとうございます。嬉しいです。お待ちしてます。また行きます。行かせてください。勝海舟の解説は分かりやすかった。本当ですか。うれぴーです。嬉しい。そう、海舟はなんか本当にいろんなことをやった人だし、その幕末っていう時代自体が本当に複雑すぎて、なんかあの大雑把に説明すると絶対その違うなんて言うんですかね、例えばそう違う人が好きな、歴史の好きな人から、いやここはこうだったよみたいな絶対言われちゃうけど、まあ、しょうがないそれは。そうです。イエーイ、みんな10月楽しみだ。イエーイ、嬉しいです。で、そうだから、その発表、大学の発表でも、歴史の日本史の発表の授業もあったんですけど、あのそのテーマは選べたんですよ、自分で。で、私はその自分が好きな幕末にしたので、でなんか一冊っていうか本を読んで、それをまとめて発表するみたいなやつで、だからそこの本にいっぱい勝倫太郎って名前が出てきて、おーっていう、なんか普段本を読んでてそんな出てくる本っていうか、その授業の大学の本を読んでて出てくることないから嬉しい。もうそれだけで楽しかったです。こんばんは。ねえ、個人的に勝海舟は日本人で初めてアイスクリームを食べた人のイメージ。そう、それをこの間ラジオの時にツイッターのハッシュタグかな、ハッシュタグラジオアイニュースのハッシュタグに来てて、それで知りました。そうなんだ、知らなかったです。日本人で最初にアイスクリーム食べた人なんですか。すごい。でも食べそう。わかんないけど、なんか結構嬉しそうに食べそう。おお。ねえ、一回の発表で幕末を説明するのは難しそう。難しかったですけど、なんか結構そのみんな幕末って複雑だからよく分かってないみたいな人が多くて、私が発表したら分かりやすかったって言ってくれて、ああ嬉しいって思って。うれぴーです、こんばんは。最近うれぴーっていう言葉にハマってて、なんかそんなに、そう結構嬉しいより嬉しそう嬉しいっていうよりも嬉しそうに聞こえるのでおすすめです。うれぴーって
ばんは。ね、嬉しかったです。かつ回収の記念館、あ、行きました。前記念館なのかな、あれ。なんか千束池っていうところの近くにある記念館なのかな、わかんないんですけど、そう、実はね、行ってました、前。そうなんです。なんかお墓とかがあって、そう、なんか行きました。こんばんは。幕末は絶対本を読むのが一番いいです。なんかドラマとかも分かりやすいんですけど、やっぱり ドラマは一部になっちゃう。そのなんて、ほんと短い期間になる。あ、でもそうですね、そう、まあ、全部そうですけど、本は結構バーって通し、その幕末の通しで理解できますので、おすすめです。マンモスウレピーっていう言葉が昔あった。あ、聞いたことあります。確かに、待ってよ、私一周してるのか。マンモスウレピー聞いたことある。ね、そう、ラジオもあったりとか、あと何があったんですか。あとは公園も、僕の太陽公園がいっぱい出ましたね。そう、2日に1回とかは出れて、すごい嬉しい気持ち。あと次もあるんですよね。15日にまたありますので、ぜひ来てください。そう、なんかこの間メールには書いたんですけど、自分のお友達が初めて公演に来てくれて、普通に、そう、招待とかじゃなくて普通に応募して来てくれてね、すごい、ありがとうって嬉しかったんですけど、来てくれて、で本当に全然 AKB とか知らない子だったんですけど、本当に可愛かったって言って、みんな可愛かったって言って、もうなんか、そう、ファンになったみたいな。インスタ探しまくってるって言ってくれて、もうやっぱ劇場ってすごいなってやっぱりいろんな人に見に来てほしいなって思いましたね。ね、だってさ、まあメンバーは違いますけど、毎日、ほぼ毎日やってるわけなので、ぜひね、いろんな人に見てほしいし、あとは、はい、何回も来てくれる人も楽しんでいただけるようにしたいなって思います。その人は誰推しになったの？私じゃないですか。いや、わからないです。それは聞いてないけど、でもやっぱりなんか、涙出たって言ってました私の、まあ、そんなになんか普段から踊ったりするタイプじゃなかったので、なんか踊ったりしてるのがって思ったんだと思います。あと僕太公演だったので、あの、僕の太陽公演だったので、ね、
結構かっこいい大人っぽい曲とかもあったりして、そんな表情さしないじゃない普段友達の前では。そうだからびっくりしたと思うし、なんか 親の気持ちになったみたいです。わかんないけど、そうだから私推しになっていますようにことで、はい、どうですかね。でもわかんないけど、推し編するのが議場、うわー確かに推し編、推し増しって言いましょう、推し増しねえ、サムネイルが当たらない。確かにそのサムネイル公演はね、チーム4でやってる、チーム4公演自体が少ないですからね。確かに当たってほしい、早く行きたい。私も毎回涙が出るぐらい感動してる。本当ですか。嬉しい。確かにコールできないのが残念ね。わかります、私だって楽屋でコールちょっと心の中でしてますもん心の中で。特にさ、あのユニットのさ、アイドルなんて呼ばないでとか、もうコールしてくださいっていう間があるじゃないですか。学校に行く途中で待ち伏せるけいちゃんって、このコールする間があるのにできないっていうのは確かにちょっと戻るってなりますね。劇場は1ヶ月前にスケジュール出してほしい。やっぱそう思いますか。なんか意外と直近に出た方が、あの、いや、そう、私的には私的にはっていうか、そのお友達がね、行きたいみたいに言ってくれた時に、なんか7月、そう、6月ぐらいの連絡くれたんですけど、7月の予定って分かあったりするみたいな言われて、ごめんまだ何にも分かんないみたいな。メンバーも結構皆さんと同じぐらいにするんですけど、そうそうそう、だからで、いや、やっぱりもっとね早く出た方がいいのかなって思ったんですけど、でもいや、むしろそのギリギリの方がなんか、なんだろう、なんでそう思ったんだろう、その別に1ヶ月前とか出たところで、あ、そう、皆さんやっぱお仕事とか学校とかあるから、別に1ヶ月前に出たところで休めないしみたいな、だから別にギリギリでももいいっていう認識なのかなって思ったけど、普通というか多くはどちらですかね。やっぱ前に出た方が、できるだけ早くスケジュールとか出た方が嬉しいものなんですか。仕事してる人はやっぱり早い方が調節はしやすい。ああ、調節、そっか、調節できる、そっか、確かに。まあまあ、スケジュールは先で、申し込みはギリギリ。おお、なるほど。
ああ、なるほどね。確かに。自分がその申し込む立場だったらって考えたら、確かに申し込みがすごい早いと、もう、どうなんですかね、わかんない、それ。全力で調整する。おお、すごい。ありがとうございます。早く知れば対応できる。そっか。確かに。学生とかは、調整はできないです。あ、まあでも、学校、ああ、まあそれはダメか。部活とかだったらね、この日ちょっと、みたいな。そっか。早く出してほしいこと、助かる。やっぱそうですよね。なんかなんとかならないのかなーっていつも思ってます。なんとかできないかな、してみたいなんとかね。でもやってみよう。でも多分みんなそんなことは、ね、前から思ってるからできないからこうなっているんだと思うんですけど、やっぱいろいろあれがあってねえ。そうだね、劇場やメンバーの都合もあるから。なんかそれもそれで AKB らしいところなのかなって思って終わりました。この間自分で考えた時 ね、あ、19時公演。あ、なるほどね。確かに。ああ、それだと全然違いますか、18時半公演と。普段は18時から公演することが多いんですけど。ああ、確かに地方の方は確かにそれはそうですよね。ああ、なるほどね。いろんなメンバーが属し、いろんな活動をしてるメンバーが属してるからっていうのもありますしね。確かにそれが良さだったりもするから。ああ、確かに当落が直前だったらそんなに変わらない。確かに。そっか、確かに。 じゃあこれ今のがいいのか。こんばんは。七夕だ。七夕でも終わったのに。ありがとうございます。はあちゃんの大切な公演はまだ、本当に。わからない。 本当にわからなくて。いや、っていうか、やっていただけるならすごい嬉しいですけど、本当に何もまだわかんないですね。そう。
8人公演を提案したはーちゃんの提案力に期待してました。そんな力ないです、私は。ね、そんな企画書みたいな、ないない。AKB の歌見たよ、ありがとうございます、嬉しい。そう、ドラマのね、今日やってました、光 TV さんで見れて、あと見れなかったっていう方は、なんかオンデマンドみたいなあるんですよ、それでも見て見れるので、ぜひ見ていただき、あ、まあでも見れたら見てほしいんですけど、そう、嬉しい、ありがとうございます。チーム4のドラマでした、うれぴー。そうです、私はあのユイリとしかユイリとしか絡みがなくて、なので撮影も私は1日でユイリと、あとあのそう相手役の方と、あとなんかそうですね、ちっちゃい子もいた、あのそうドラマにちょっと出てくるちっちゃい子と、あとあやみんとオカリナは入れ違いで、あーみたいな、私が帰る時にあやみんとオカリナが来たみたいな感じではあったんですけど、そうです、それだけですね。お、見た、ありがとうございます、うれぴー、嬉しいです。セーラー服似合ってた、そうセーラー服着たんですよ、もう嬉しかったです、セーラー服大好きなので。はい、セーラー服ってやっぱいいですよね、嬉しい。そうなんです、ちょっとあの前編、先週の前編では冬服を着てて、今週の後編では夏服を着たんですけど、そう夏服のオフショットがまだねあるので、それをインスタグラムにあげようと思って今撮っといてるので後であげますね、あ、後でか明日か明後日かいつか。はい、そうです、そうなんですよ。でもね、まあでも初めてのドラマでちょっと本当に、でも本当にちょっとだったんですけど、たくさん勉強になったし、お、難しいって思いましたけど、でもすごい監督の方が本当に優しいっていうか、なんかなんて言うんですかね、フレンドリーっていうんですか、なんかいろんなことを分かりやすく教えてくださって、ああそうそうそうとか、ここもちょっとこうしようかとか、私本当にちょっとだったのに言ってくださったりとか、あとこうなんか好きなドラマとか映画は何ですかって話しかけてくださったり、そう本当に優しい方で、その現場のチームだったんですけど、その監督さんだけじゃなくてスタッフさんみんな、なんだろうな、なんかそのいい雰囲気っていうか、なんか偉そうですけど、すごくそうなんか、うん、
みんなちゃんと仕事はするけど、その硬すぎないみたいな、すごいちゃんと優しいっていう、いい方たち、いい方たちすごいいっぱい学びになりました。はい、よかった。ちょっとでも関われて嬉しかったね。嬉しかったです。そう、なんか歴史がそう歴史が好きってまたね言ったら、その方も好きみたいな、歴史っていうかなんかお城とかあと神社を巡るのが好きって言ってて、みたいな、私もお城好きですって言って、なんかね神社の巡り方神社に行った際の留意点みたいなのを教えてくれたりとか、すごいすごい、なんですか、本当にいっぱい話してくださってね、優しかったです。はい、見てくれてありがとうございます。なんかあのツイッターにもオフショットみたいな、ユイリーと、そうツイッターに AKB の公式ツイッターが上げてる写真、ユイリーと私が。ツーショットの富士山のやつなんですけど、あれもあれはあのなんかこうやってやってポーズしてるんですけど、私は富士山を二人で富士山だぞってやるつもりでこうやってやったんですけど、まさかの自分のこっち側にあってあのこう富士山を指さしたかったんです。だけど富士山の位置がちょっとつかめてなくて、意外にも富士山がこっちにあったのにこっちに指さしちゃって、なんか二人でなんか謎のなんか L のポーズしてるみたいにそうなったんですけど、本当は富士山を指したくて、そうでも多分あの写真撮ってくださったスタッフさんも別に富士山を指そうと思ってるって知らないから注意してしなかったんですけど、そう後から見て違う違うって思ってそうですね、そう富士山が見える場所だったんですけどね、そう。L になっちゃいました。いや富士山はさテンション上がりましたね。あんなに近くで見たの初めてかもしれないです。富士山。なんかなんだろう、意外。富士山見たんですけど、なんでだろう、分かんないなんか自分が大きかった、意外と富士山より大きい自分がそこにはいました。はいねえ、いやでも楽しかったですね。
またお芝居もしてみたいなって思いました。はい、嬉しいな、見てくれて。そうですね、またあるといいですね。富士山、あ、確かに富士山動いたのかもしれない。富士山にちょっと言っときますね、後でちょっと電話して。富士山の電話番号持ってるんですよ。富士山の電話番号は、ここだけの話、0120213213ですよ。はい、そうです。何3776って、え、高さですか。富士山にちょっと後で電話しておきます。富士山さ、あの時センターで入ってって言ったよね。あ、じゃあセンターじゃない、こちら右に、私たちの右に来てって言ったじゃん。なんでちょっとセンター、やっぱ自分センターだと思ってるんでしょ。ちょっと言っときます、後で。ちょっとあの写真、富士山の LINE も持ってるんで、はい、富士山の LINE に送って、あの写真送って、これさ、見てよって。私がなんか間違えたみたいになってるけども、でね。任せてください。もうそうです。もうね、はい、よかったです、出れて。ね、あと今思い出したんですけど、ここで発表があります。なんと7月14日桜シンデレラフェスに出ます。イエーイ。はい、これは今日さっき9時ぐらいに発表されたんですけど、皆さん見ましたか。イエーイ。はーい、桜シンデレラさんが主催のフェスにチーム4が出るよっていうのは、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そうです、決まってて、でチーム4の中でのメンバーは発表されてなくて、さっきやっと発表されました。もういつ発表されるのってずっとね思ってたんですけど、やっと発表されて
知らなかった？ぜひ、イエーイ、フェスですよ皆さん。そうです、何時から、今見ますねそう、前も村山チーム4の時もこれ出させてもらって、同じフェスで蔵のチーム4になって、新生チーム方になって、また再び出させてもらうっていうのはすごいもう嬉しくて、いやもう前回出たし、もう今回はちょっと出れないかなとか思ってたりしたんですけど、本当に出られて嬉しいです。はい。これはですね、7月14日木曜日の会場が16時半で、開演が17時35分って、何の5分なんだ。あ、なんだ。わかんないけど。あります。ちょっと早いですかね、平日だとちょっと。で、場所は中野ゼロ大ホールという場所でやります。はい、はい、フェスなので、違うアイドルの STU さんも出たりとかしますね。はい、ぜひ来てください。あ、来てくださいってか、来れたら来てください。はい、ねえ、いやー、もうセットリストがもう本当に最高って感じです。なんだろう、噛み締めたくなるセットリスト、多分なるなるさんがを中心に考えてくださったんだと思うんですけど、なんだろうな、なんか、すごいいいねっていう、あんまりやったことない感じのフェスで、フェスにし、なんだろうな、なんて言うんだろう、フェスにしては攻めてるのかな、なんか、フェスでやったことない感じ。はい、そう、配信ないんですよね、フェスってね、あったらいいのに。いやー、そうっていうか、あってほしい、私もめっちゃこう見てほしい、みんなに、けどないので、残念ですけど、来れる方はぜひ来てください。そうです、配信ない、配信ないですよね、ないよね。あったらいいのにね。あの感想とかまた配信でお裾分けいたします。はい、はい、なので
ぜひぜひちょっと楽しみます楽しみます。いやー楽しみ。そう、それを言いたかったんです。ずっと一曲だけ教えて。ダメです。夏っぽい感じ。どうなんですかね。でも本当に何にも私知らないですけど、勝手になんかなるさんっぽいなってそう思いました。何にも知らないけどねって勝手に思ったっていうのだけ言っときます、はい、チーム4は、あ、そっか、あれ違うんだ。チーム4は28時半からだって。だから遅いです。ねえ、やったー、嬉しいです。あとそれで思い出したんですけど、あのずっとツイートしようと思っててしそびれちゃったんですけど、あの先月6月やってた AKB48 のドッポン独り占めのあのゲームのイベントで、チーム4、あのチーム対抗戦っていうのをねやってて、それでチーム4を第3位ちょっと待ってください。今スクショしたのでそれを出します。3位ですね。16兆すごい。16兆ポイント。もうね、チーム4に入っていて、チーム4第3位ありがとうございました。はい、本当にそれでそのチーム4の中の順位でも、10位まで表示されてたんですけど、10位に私の名前があって、すごいなんかびっくりしたし嬉しかったです。ありがとう。ドボン頑張れなかった。いや全然、本当に一緒に、私もあまり言うほどできなかったですけど、あの時間合わせとかやってくださって本当に嬉しかったです。ありがとうございました。ねえ、いやーそう嬉しかった。なんかそうですね、なんかやっぱりねえ嬉しかったです。いや本当にそのなんか今回のフェス、いや本当に何にも全部憶測
ですけど私の予想だけど、その今回のフェスにこう選んでもらったのも、なんかこのドボンで10位に入ってたっていうのがあったりするのかなとか、なんかそういうのもいろいろ考えたりして、ありがとうって思いました。皆さんありがとうございます、いつも、はい、いやでも本当に全然関係ないかもしれないっていうか、関係ないかもしれないけど、勝手になんか同じ時期ぐらいだったから思ってた。ということで今月も楽しんでいきましょう今月もう始まってもう終わっちゃいそうですけど、はい、今月も皆さんと一緒に楽しめるようにしていきたいなって思います。はい。なんかいっぱい話しちゃいました。でも全然まだまだいっぱい話せるんですけど。ね。本当に。皆さんはあの太陽です、私の、はい、なんか歌って、いいんですか。じゃあドボンコンサート、そうそうですよね、ドボンのコンサートもありますもんね。ね、でも結構全然なんていうんですか、予兆、余韻、なんだろう、前兆ないもんね。確かに、いつなんだ、発表してくれっていう感じですけども、チーム太陽推しになった、チーム太陽チーム太陽いっぱいいますよ。チーム太陽って何じゃあ今日の曲はやっぱり、こんばんは、これですかね。僕の太陽、僕の太陽歌います、歌っていいんですか、もう聞き飽きたりしてないですかいっぱい公演出てるからここでも歌っちゃっていいの。僕隊のメンバーさんに愛着が湧いてる愛着って面白い確かに結構ね、みんな15期さんとドラさんがと16期とかが多いですね、はい、あとひななさんひななちゃん
じゃあ僕の太陽がパッて浮かんだので僕の太陽を歌いたいと思います。ではでは、今日は生歌アカペラで歌います。それでは聴いてください。僕の太陽、チャ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 ララ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 ラ君は今僕の太陽。じゃーん、チャラ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 チャ、人差し指空に向けて巻きつけよう。白い雲と、もやもやした気持ち、チッチッチン、悩んでいたって、仕方ないよ、行こう、明るい。チャチャチャ、嫌なことの一つくらい誰にもある。下を向いて落ち込んでたってダメさ、てってて心のその空、晴れ渡るまで上を向くんだ。ちゃっちゃ、君が世界のどこかで泣きながら孤独に震えて「だって必ず僕が探す」「愛しさが目印さ」「チュルチュルチュル」「太陽は何度も夢を見る」永遠にあの地平線から眩しい光はエネルギー。君は今僕の太陽。じゃーんじゃーん、チャラ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 、一人きりで夜の闇に怯えないで、僕はいつも君のそばにいるよ。もし世界中が敵に今
も僕は味方さ。だから悲しいことなんて忘れて、なんでもないように笑って、一人じゃないよ君は。夜明け待つ人がいる。チャラチャラ、太陽は何度も夢を見る。青空を今諦めないで、時には雨だって降るだろう。泣かないで僕の太陽。太陽は何度も夢を見る。雨雲にもし覆われたって待ってる誰かを思い出して、君だけが僕の太陽。君だけが僕の太陽。ララ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 ラじゃーん。はい、ありがとうございました。ということで、僕の太陽でした。では皆さん、もう遅いので寝ましょう。じゃあランキングですかね、読んでいきたいと思います。何ライブタグって、何これ、ライブタグって何ですか。知らなかった。まあいいや。何、パチパチ、ありがとうございます。じゃあ第13位の方から、ひじりさしおしさん、ありがとうございます。山田子さん、ありがとうございます。70さん、ありがとうございます。ひまわりさん、ありがとうございます。つっちゃんさん、
ありがとうございます。リンゴさん、ありがとうございます。マイケル・ジョーダンさん、ありがとうございます。ポニーテール最高さん、ありがとうございます。メキシカンサンタさん、ありがとうございます。ウッチーさん、ありがとうございます。ダンマルさん、ありがとうございます。ショウさん、ありがとうございます。そして第1位は山ちゃんさん、ありがとうございます。イエーイ。ということで皆さんありがとうございました。ね、ぜひ眠れる方は寝てください。そして眠れない方は頑張ってください。応援してます。じゃあ最後に自己紹介して終わりにします。はい、あなたの視線と私の視線をクロース。埼玉県出身村井。あ、もうダメだ。もうね、口がねダメなんです。はいはい、クラノーなるなるチーム4のはーちゃんこと黒沢るかでした。ありがとうございました。バイバーイ。またね。バイバーイ。見てくれてありがとうございました。また来てください。バイバーイ。